コロナウイルスいきましょうか。結構これは時事ネタでみんなお楽しみみたいな感じがあるんですけど、あまりなんか適当なことを言うとなんかいろいろそうなんであれですけど、まあ、あの当然コロナの医学的な話はやめましょう。危ない危ない医学的な話は僕も知らないのでもう一切しませんが、はい、あのまあ、ちょっと2月の末に私ノートに、まあ、このコロナ危機とリーマンショックの違いみたいなことを書いたんですけども、まあ、そこからやっぱり日数も経っていていろいろ変わってきてるところもあるので、まあ、アップデートも含めてちょっとそのよくあるコロナ危機と債務危機リーマンショックって何なのみたいなところを簡単に説明したいと思います。で、さっきあの経済って生産性とレバレッジだよみたいな話をしたかと思うんですけども、あのこのリーマンショックっていうのはこのレバレッジがいきなり崩壊したんです、まあ、このチャートで言うとこのリーマンショックはここからスタートって書いてますけど、まあ、要はいきなり債務危機が起きたんですよ、まあ、レバレッジがいきなり崩壊しました。で、一方でコロナ危機っていうのはあの生産性の縮小がスタートなんですね。まあ、要は自粛、まあ何でもいいです。自粛してとか、外出禁止とか、まあそういう、こう生産活動自体をオフにする。で、なので、あの、そもそものその危機といいますか、その不況というのか、そのステージがちょっと違うんですね。種類が違う。で、このイメージしてるその図としては、ごめんなさい。なんかちょっと矢印がうまく出ないです。あ、出た。まあ、ここからスタートしていって、まあ、当然、経済活動ストップしてるので、どん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 まあ景気って悪化しますよねと、うん。これ、当然なんですけど、ずっと何もしなかったら、どっかで債務危機が起きると思います。うん、これ、今日はキャッシュフローが要は全然出なくなると、そのバランスの中で、結局、その信用不安が起きるという、まあ、誰でも予想できるような話なんですけど、まあ、それが、この K 点が一体どこにあるのか、はい、どこまで待てるのか。これは多分に人の身との、気分的な話になるのでめちゃめちゃ難しいんですが、どっかでは来るだろうと誰しもが多分思うものですよね、うん、で、なので多分コロナ危機って今起きてることってこの辺のどっかなんです、うん、で、まあ、一方でそのみんなこれも想像できやすいと思うんですけども、まあ、ありえない話なんですが、まあ、仮に今日この瞬間コロナウイルスが地球上から消滅した場合、そうすると明日から急に日常生活が始まるんですよね。そうすると生産活動ってオフにしてただけなので、再開すればいきなり回復ってできちゃうんですよ。まあもちろんその今までちょっと、なんでしょう、倒産した会社もあれば、うん、いろんな危機になった会社ってあるんですけども、そのマクロ的な全体で言うと、かなり回復可能なもの、うん。これがそのリーマンショックっていうのとは全く違う性質のものなんですよね。ただ、これだから大丈夫ですよって言ってる話じゃなくて、これほっとくとどっかこうなって、結局同じことが起きる。っていうか、むしろリーマンショックよりもしかしたら悪いかもしれないのは、生産活動をもう完全にオフにしてる状態で債務危機が起きるっていうのは、なかなかないと言いますか、多分歴史上ないんじゃないかなと思うので、まあそれは起きた時どうなるかっていうのは、めっちゃ怖いなっていうのはあります。うん、で、なので、まあいろんな政策対策っていうのは当然まあ政府としてはまあ打つんですけども、まあ、要は経済性、財政と金融ですよね。平たく言うと金融政策であったり、まあ、日銀のいろんな政策。で、まあ、これは、まあ、常にこの2つの政策ってのは連携、協調して行われるものっていうのは、行われないと意味がないというものなんですけど、まあ、この K 点を超えて債務危機になるかどうかで、そのウェイトって多分変わるんだろうなと思っていて、うん、まあ、今のなんか不況期においてはやっぱり財政、経済政策でもウェイト大きいでしょうと。まあ、一方で債務危機に入った金融政策の方がやっぱり重要になってきて、ウェイトが大きい。で、っていうことをまあ想定していて、でなので、今、いろんな経済政策対策を打とうとしてるんですが、これ、まあ、こんなこと言うとよくないかもしれないけど、結構難しい話なんですよね。というのも、経済対策って、なんて言うんでしょう、経済活動がしてるからこそ、それにカンフル剤打って、うん、活性化させるんですよね。まあ、要はゼロを何倍にしてもゼロじゃないんですけど、うん、そもそも経済活動を停止しようって言ってる中で、経済性対策を打ったところで、もちろん、なんかいろんな危機、困ってるところの救済策とか、要は血が出てるところのバンドエイド貼りましょう的な政策っていうのはもちろん必要でやるんでしょうけども、その一般的に想定されるような、いわゆる経済対策っていうのが、その
もちろんリソースが無限にあれば何でもやりゃいいんですけど、その費用対効果っていう面で言うと、その通常時に比べるとはるかに悪くなる可能性は大いにあると思ってるんですね。でそれはもうそもそも経済政策、経済活動自体をごめんなさい、ほぼ停止してるから、まあ、かなり極限に抑えてるからっていうところが要因でして、かといって別にこれやらない、じゃあやらないっていう理由でもなくて、ちょっとこのスライドなんですけど、要するに、まあ、とにかく何かやれば、この経点である時期をちょっと後ろ倒しにできるんじゃないのっていうことなんですよ。では、この何かやれば債務危機を先延ばし、まあ、これもどれぐらい先延ばしにできるかっていうのもよくわからないんですけども、まあ、少しでも先延ばしになるんだったら何でもやりましょうっていうのが多分正直なところ。で、これ、さらに金融政策で言うと、もうもっと難しいと思っていて、もちろんその債務危機が訪れないように事前にいろいろ対策、金融政策もいろいろやりましょう、前もってどんどん手を打っていきましょうっていう、その建前というのか前提はいいとしても、これ金融政策の本番は債務危機に入った後なんですよね。で、これもリソースとかの話になってくるんですが、あんまりその前もってはしゃぎすぎて実弾打ちまくるといざという時に弾ないじゃんっていう話になっちゃうんですよ。なんかでも結構すでに打ち始めてる印象があるんですけど、どうですか？なんで打たざるを得ない状況っていうのも多分あると思っていて、だからあまり打ちすぎると怖い。例えば先週に、FRB がまあ金利をほぼゼロ金利でまた一気に下げたんですね。で、あれとかも、その、どこまでそこまでやる必要があったのかっていうのは、ちょっとすみません、私が勉強不足で追いついてないだけかもしれないんですけど、まあ、個人的にはちょっとまあ疑問というか、もちろん結果的にどっかでやらなきゃいけないことになってくるとは思うものの、その今ここでその球を打つ必要があったのか、そのどちらかっていうと、そのなのでちょっとこう私が個人で思っているのは、結構口先的なことのもう混ぜていかないと、要は球はよく不利をするってことです。さすが打てますよってことです。さすがですね。なんかキャリアの長さを感じますね。なんか口先でやれって。そうなんです。例えばこの間も経済政策もこれ言えて、まあ、トランプが100兆、まあ、アメリカは100兆円の対策やりますとか、まあ、日本は、ね、はい、30兆検討してますとか、はい、で、あれとかも、もちろんその、なんでしょう、絶対実行しないでしょうって思われるのはまずいんですよ。なんだけど、100兆やりますと決めた後に、何もデイワンで100兆やる必要なくて、実行は時間かける。はいはいはい、人々の信頼を裏切らない程度には遅らせる。なぜなら弾がその無限になるわけじゃないか。そこのところ、まあ、さっき言った通り、その、どうやって信頼を確保するかっていうところなので。そうですね。全部つながってきますね、ここでやっぱり。で30兆、100兆を打てば解決するって、別にそれするんだったらもちろん打つんでしょうけど、そんな誰もわかんないので、その口先とかも含めた、この微妙な塩梅。なるほど。そう言われると、なんかすごい、裏ですごいいろいろ駆け引きがありそうだなという。まあ多分皆さんも分かっていろいろやってらっしゃると思うんですけど、まあそこがミソなんだろうなと思ってるんです。なるほど、面白いですね。僕はでも最近その黒田さんの気持ちを考えるのが個人的な休み時間の使い方みたいな感じなんですけど、黒田さん元気かなと思うんですよね最近。僕はたまにネタで円のことを黒田コインとか言ったりするんですけど、なんかちょっと眠れない夜が続いてそうな気がしますけど。そうでしょうね。はい、もうこれ、身も蓋もないこと言っちゃうと、はい、もうその金融政策いくら打とうが、これ、そもそも危機の上目一番地ってコロナウイルスじゃないですか。なので、別に金利下げたからってコロナウイルスがどうこうなるわけじゃ当然ないので、ちょっとその身も蓋もない話をすると、無力感っていうのが結構あって、はいはい、でその先延ばしにしていく上で、じゃあ、どれぐらいでコロナって収束するのとか、まあ、これ、医学的な収束っていうよりむしろ社会がこう、増えられるという意味での収束なのかもしれないんですけど、まあ、というか多分そうなんじゃないかと、これ個人的には思ってるんですけど、それとの駆け引きになってしまう。ただ敵が未知数といいますか、それがあまりにも未知数すぎて、非常に難しい。なので、口先をうまく、やるよやるよ詐欺でもいいんですけど。まあ、かつその日本国内に閉じた話じゃなくて、世界で同時に起きていて、まあ、他国の動きによっては自分たちもどうするかっていうのが影響されたりだったりとかなので難しいですね。で、
今回いろいろすでに話をした通り、債務危機がここで行ってしまったら、さらにお金がジャブジャブ すられるのはもう間違いなくて、まあ、もうそういう話してたんですけど、してるんですけど、日銀が。ただ今回その先にもしかしたらまたそれでずっとそれがずっと機能し続ける保証もまだないわけじゃないですか、うんうん、経験的にそうだって話であって、ただ昔と比べて今はもう金利もめちゃくちゃ低いところまで来ていて、かつ経済成長が前提になってないかもしれないとか、まあ、いろんな問題があってちょっとやっぱ僕は怖いなと率直に思いますね。そうですね、ちょっとこれは未知の都道の戦いみたいになってきてますけど、うんうん、まあ、ただこの要は債務危機をいくら、まあ、どこまで引き伸ばすか、この経験をどこまで右にずらしていけるかっていうのが、まあ、当面の多分金融的なところでいうとポイントで、右にずらしていけばいければ、要はコロナウイルスが、まあ、ちょ定義はともかく収束して生産活動を元に戻しましょうって言ったら、まあ、本当に最初からコロナ危機がなかった場合まで戻るかどうかはともかくとして、まあ、戻るわけなんです。まあ、ある意味それが一番の経済対策なんですよね、うんうんうん、で、まあ、そういう観点で言うと、この後ろ倒しにするっていうポイントがどこまで、まあ、ワークできるか、まあ、どこまでできるかっていうのが、まあまあ、当然私難しい、結構難しい戦いを今強いられてると言いましたけど、うん、ただ一つだけリーマンショックとかと比べて有利な点があるとしたら、これ政治的リスクだと思ってるんです、うんうん、何かっていうと、リーマンショックとか、あるいはその後のユーロ危機の時って、もう答えは、やることは、やるべきことってはっきりしてたんですよ。うん、もう、まあ、言ってる通り通貨を無限に供給する。もうそれ以上なんですよ。で、またそれができる通貨体制がもうなっていて、もうそれができる準備は整えられてたんです。ただ、政治的にその判断を下せるかどうかっていうのは全く別の問題で、リーマンショックの時だと、もうリーマンを潰して破綻させて、より被害を拡散させてたところで、やっと世論を超えた判断ができたんですね。まあ、これ、だから政治的リスクってまさにその世論との戦いみたいなのもあるんですけど、うん、でユーロ危機の時は何があったかっていうと、まあ、これもやることはもうはっきり決まってたんですけど、ただ結局、ギリギリまで市場との金ゲームをずっとやってたんですね。うんで、まあ結局世論が渋々納得できる段階で、やっとまあ、やるべきことをやったと。まあそうじゃなければ納得しない。ところが今回のコロナって世論の反対で僕ほぼないと思ってるんです。要はコロナ対策、コロナのせいでこうなりました。なので財政、とてつもない財政を打ちます。金融政策バンバンやります。通貨ガンガン供給しますって言って、今回特殊なのが、おそらくそれで反対する世論がほぼない。つまり今まで唯一あった障害っていうのは政治リスクだったんですよ。リスクがより被害を拡大させる可能性があった。ところが今回それが迅速に打てるという、まあ、メリットと言っていいのか分かんないですけど、過去の10年間の危機に比べると有利な点があるとしたら唯一そこなのかなと。なるほど。確かにみんなそれどころじゃなくて日銀発行してるって言ってもあんまり批判とかもない気がしなくもないですね、うん、なんか仕方ないみたいな、もうひどいことになってるんでっていう、そうですね、一般レベルで、うん、あ、ちなみにコメントが来ててですね、直接は関係ないんですけど、はい、あ消えちゃったかな、分かりやすい無料な資料だとは思えないみたいな、無料のクオリティじゃないみたいなコメントが来てます。いや確かにこれめちゃくちゃ分かりやすいです。ありがとうございます。はいすみません、続けてください。いえ、まあ、ちょっと今私話したことをスライドに書いてるの忘れてて、はい、まあ、ちょっと今これ書いてるのを見てください。で、あと、まあ、これは、なんていうんですかね、ちょっと十分にディスカウントして聞いてくださいっていう話になっちゃうんですけど、うんうん、まあ、今言ったのって、まあ、比較的論理的に考えて、こうなんじゃないかみたいな話を今申し上げてたんですけど、それとは別に、まあ、ちょっと私の個人的な経験、今までの経験、から来る、まあ、感覚のような話をちょっとご紹介、まあ、なので感覚なんで十分にディスカウントしてほしいんですけど、うん、そもそも危機って突然未知なものから訪れるものなんですね、まあ、つまり晴天の霹靂系、例えばそのリーマンの破綻、リーマンショックっていうのはリーマンの破綻っていうほとんどの人が予測してなかったことが突然起きたから、デイワンからいきなり債務危機が始まったんですよ。で今回のケースを見ると、
そのコロナが原因ですと。そしてその結果として債務危機が来るかもしれないって、もはや全世界の人が分かってると言いますか、分かってない人の方が少ないんですよね。うんうん、これ別に金融のやってる人がプロだとかそういうことじゃなくて、もう老若男女、しかも世界中みんな知ってる、うん。そういうタイプの危機なんです。危機というかリスクファクターなんですね。うん、で、この経、これは本当に経験の感覚でしかないんですけども、その、これほどまでにあからさまに分かりきっていることが、今さらさらなる危機の要因になるんですかっていうところが、はい、その感覚的なところの疑問。で、僕が言ってる危機っていうのは別にその医学的な危機の話をしてるんじゃなくて、その債務危機っていうすでに予測済みの金融的な危機に、これが改めてなるのかどうかっていうのが、その、なんていうんですかね、論理的には、いや、なると思うんですよ。で、なので結構大変だねっていうのをさっきから言ってる通りなんですけど、ただ、なんだろう、その、要するに誰もが分かりきってる結末なんだから、政治的リスクも要は今回ないわけだし、じゃあそうならないようにあらゆることやるんじゃないのっていう感覚にもしかしたら近いかもしれないです。で、その、これって、ちょっとどう説明するかってあれなんですけど、あの、経済の予測って、その、例えば隕石が地球にやってきますみたいな予測とは、その同じ予測って言葉でも違うんですよね。で、その隕石やってくるっていうのは、じゃあ隕石やってくるんで、あの映画のアルマゲドンみたいに、まあ、核ミサイルぶち込んでやるぜみたいな準備を地球でしようがしまいが、みんなでこうなんか神様にお祈りしようがしまいがですね、隕石が地球にやってくるっていう事実といいますか、その予測にブレはないんです。変わりがない。これなんでかっていうと、観測対象と観測者である我々が独立してるからなんですね。ところが経済っていうのは、じゃあ経済の予測を立てます。何かが起きると思いましたってなったら、今度はその予測に基づいて人々が行動する。はいはい。つまりその観測者と、あの観測対象っていうのが独立してなくて関わっちゃうんですよね。はいはい、で、そうすると、その予測に対してまた行動する、した結果、その予測が起きないかもしれない。あるいはまた別の予測になっちゃう。その、例えば今回のコロナの件で言うと、いや、債務危機来るでしょと。だから当然それに対する対応策をいっぱいするわけですよ、うん。結果として債務危機は、なので来ないかもしれないんですよね。来るっていう予測だったんですけど。うんうん、で、あ、もしかしたら別の危機を誘発するかもしれない。だからそれ、はい、あの、要は、その、結局、そのある予測に基づいて行動することで、また別の未来が変わってくるんですよね。はいはいはい。その観測者と観測対象がこう独立しないというか、なんというかこう量子力学的な話かもしれないんですけど、こういう、あの、なんでしょう、そういう意味での予測になっちゃうんですよね。うん、なんかここが、なんかこう、もしかしたらこういう、私のこの経、ここで十分ディスカウントしてねとは言ったんですけど、うん、この経験のなんとなくの感覚、要は分かり、うん、あまりにも分かりきってることが、究極の危機に今更なるのっていうのが、ちょっと、うん、はいはい、あの、まあ、当然そう分かってるからみんな何かやるわけなんで、うん、なるほど。なんかちょっとそれとは直接的に同じじゃないかもしれないですけど、自分もある意味1週間前の方がちょっと怖い気持ちがあって、例えばアメリカ、我々1週間くらい前って多分アメリカ我々全然大丈夫だ、トランプもなんか余裕みたいな感じだった記憶があるんですけど、まだただ冷静に考えると全然彼ら対策持ってなかったし、これ感染かなり広がってるんじゃないのかなっていう、やっぱこうもやもや感で本当に大丈夫なのかなみたいな、なんか未知への恐怖みたいなのがあって、結局それが全部あダメだったっていうのが分かっちゃった時に、まあ、もう今各国ものすごい基本的に対策を打ってきているので、なんかある意味最悪の状況は見えたというか、まあ、もうこうするしかないみたいなところまで追い込まれている国もあるので、それは確かにもう分かってるリスクなのであんまり怖くないみたいな気持ちもちょっと分かるなと思いました。で、対策も打てるしみたいな予想もできるし、ただなんか何が起きてるか分かんないって方が確かに怖いなと。アメリカこれ大丈夫って言ってるけど本当に大丈夫なのかみたいな、うん、そうですね。なので、まあ、正直これ本当に感覚的なところなんで、だからこうですって言うつもりなくて、はい、あの、なんて言うんですかね、こう十分ディスカウントして聞いてねっていう話でしかないんですけど、まあ、論理的に考えたら、まあ、債務危機って言うてもこうやってたら来るんじゃないのとは思っちゃいます、うんうん、なるほど、分かりました。で、次のスライドで、なんか原油の話まで、もう本当ボーナスタイムですよ、これ。全部説明して。これは、このあたりから本当感想に近くなるんで、はいはいはい、こうだとか言ってるわけではなく、
まあこんな風にまあ思ってますみたいなところにはなっちゃうんですけど、はい、まあ、あのいただいたものが原油株式クレジットみたいな感じだったらちょっと一旦これで書いてみたんですが、あのまあその原油は多分そのコロナとは別の要因でまあ動いてるので、やっぱりさらなる不確定要素で、これ自体がやっぱりその債務危機の可能性をさらに増してるっていうのがすごく嫌なところで、もうちょっと気持ち悪いなと思ってます。で、まあ、これ書いてますけど、多分これ本当別に僕とかじゃなくて G7 の人とかみんなこのクソ余計な面倒を増やしてんじゃねえって多分ちょっとロシアには思ってるふざけんなと。そうですよね、あれ関係ないはずなんですけど同じタイミングでなぜか来ましたからね、なんだなんだこれと思って。で、まあなんかその2014、15年にもそのまあさ結構かなり下がったんですよ。原油が100ドルぐらいから25ドルぐらいまで下がって、うん、で当時何があったかっていうと、まあ、シェールガス革命とかがあって、まあ、アメリカが完全なる産油国になったんですね。でその結果、まあもう一気に値下がりしていったと。で当時はもうアメリカは資源国のロシアの弱体化も、うん、を狙ってて全然意に介してなかったんですね。で、まあ、25ドルぐらい下がると、まあ、今度はシェールガス会社がどんどん倒産したり、あるいは生産停止していきました。まあ、これはあのシェールガス会社自体の損益分岐点、まあ、を、まあ、生産の損益分岐点下回ってきたんで、まあ、倒産したり生産停止した。でもそうすることで逆にあの供給が落ち着いたの、まあ、需給改善によってまあ価格が落ち着いたんですけど、まあ、シェールガスカンパニーのそのハイイール、まあ、ハイイールっていうのは、まあ、なんですかね、こう、利回りの高いあの債券と思っていただければと思うんですけど、まあ、そこの市場が割と混乱したんです、ね。まあ、要は信用不安みたいなところですね。うん、で、今、まあ、正直これ、あの、冗談、半分冗談ですけど、まあ、なんかこのロシアとかは、もうこの5年前の恨みを今晴らしてやるじゃないですけど、ロシアはアメリカ。で、またサウジは、今、ほら、イランが大変だと思うんですけど、うん、コロナで。イランも産油国なんで、もうイランを、サウジはイランをいじめてやれみたいな、うん、なんかまあこれすみません、ただの冗談なんですけど、なんかもうそれで、あの、もうどん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 原油下げて、あの、コロナでも大変だし、あの、経済でも大変にしてやれみたいな、なんかそんなチキンゲームしてんじゃないかとかって、こう、邪推しちゃったくなるぐらい、なんかこう、余計なことしてくれてるなとは、個人的には思って、うん。なるほど。でまあ、その2014、15年の時に損益分岐点高めのシェールガス会社で退場したんですよ。うん、なのであの、まあ、ひょっとしたらその今回っていうのはこの20数ドルの原油でも案外その辺の会社って前回よりかは持ちこたえるかもしれない、うん、なんですけど、一方でそれが結局需給の改善につながらなくて原油価格の停滞っていうのを長引かしちゃう可能性もあるので、まあ、ここって結構難しいなと思ってるんですよね。あの結局はこのサウジとロシアが何したいのかっていうところにも関わってくるようなと思ってるんですが、ちょっとなんかあのシャレで原油を今週、あ、原油とかまあ先物とかをちょっとリスク取って買ってみたみたいな。さすがオプションというか、あのそんなイメージです。今も自分であのトレードとかしたりするんですか、たまに。ですね、そんなに大きいのではやってないんですけど、なんかこう、ちょっと何か持ってないと、結局こういう情報って見なくなっちゃうんですよね。ああ、わかります、わかります。あの、ビットコインを勉強するためにビットコイン買ったっていうのが、まあ、2015、16年やったんですけど、まさにそう感じて、うん、なんかないと、ちょっとなんかこう、これ、まあ、よくないのかもしれないんですけど。ちょっと勉強のためにも、ちょっと買って落ちるみたいな感じですね。なるほど。はい。原油。まあ、原油こんな感じで。さらに株まで。はい。ちょっと指数の話をしますけど、まあ、ちょっとこれはもうすいません、あのデイリーでトレードされてる方とかには何の意見にもならないんで大変申し訳ないんですけど、まあ、正直あんまこういう状況での株価の上下でボラティティって僕自身はもうもはやどうでもいいと思ってるんですね。まあ、あまり見ても意味ないかなと思っていて、もうクレジット市場だけ見とけばいいのかなと思ってますと。で株はもうなんかこう最速相場したり、もう右往左往したりするんですけど、あの、まあ、こういう債務危機が起きるかもみたいな、そういう意識される局面だと、その指数の水準ってもはやなんかどこにあっても意味がないというか、まあ、どこにあるかの意味ってあんまりないかなと思っていて、でなので、まあ、ちょっとそのいろんなところでリーマンショックと比べて、ボラティティ、株のボラティティがこうだ、ああだで、どうだっていうのもあるんですけど、まあちょっと厳しめに言っちゃうと、それ自体も結構どうでもいいかなとは思ってます。うん、
で、まあ、これは本当よくある例えですけど、まあ、やっぱりその株式市場ってクレジット市場に比べるとまあ、すごくちっちゃくて、かつ基本的にクレジット市場でしっかりあって、その上で株がいろんな形で動くっていうのは、まあ、まさに海面に浮かぶ氷みたいなイメージなんですけど、今回そのクレジット市場自体がもしかしてやばいかも、崩壊するかも、まあ、債務危機になったですけどね、っていう話をしているので、もうその表面の上の部分の議論してもあんまり意味なくて、そのどっちかというとこの巨大な氷山の判断っていうのをしていった方がいいんだろうなと思って、あんまり指数のところは見て、まあ、見てないって言ったらですけども、見てなくて、ただちょっとですね、まあ、何か言うことがあるとすれば、まあ、日経平均って、まあ、ご存知の通り構成銘柄のレートが非常に歪んでるので、いわゆるその日本株市場っていう話をするんだったら、多分トピックスを見るべきだと個人的には思ってるんですけど、そちらの方がストレートに反映されるので、で、ただこの今週とか特にそうなんですけど、日本株がここ最近海外比で妙に強いんですね。で、これなんでかなみたいなところで、まあ、ちょっと個人的に思ってる可能性、これ想像であってまだ未確認なんですけど、まあ、ひょっとしたらグローバルに日本株のウェイトをちょっと上げてる可能性があると思ってます。で、これはその株自体のウェイトって多分機関投資家の中でも下がって、まあ、自然と下がったりすると思うんですけど、ただその中での地域アロケーションの話です。要するにヨーロッパ株持ちますか、アメリカ株持ちますか、日本株持ちますかっていう話ですね。この時に欧米の株から日本株へのスイッチがひょっとしたら起きてるかもしれない。で、これはもうちょっと個人的な感想ですいません、未確認なんでこうだっていう話じゃないんですけど、なんでそう思うのかなっていう話なんですが、これは、はいはいはい、医学的にどうこうって話じゃないんですけど、はい、コロナウイルスの死亡者数っていうのを見た時に、その日本の人口対比の死亡者数って他の先進国よりもやっぱ低いんですね。で、ね、しかも、ご存知の通り、先進国で一番最初にコロナとお付き合い始めたのって日本だと思うんですよ。もう2ヶ月ぐらい経っていて、他の国よりも圧倒的というちょっと大げさですけど、ずいぶん長い間コロナとお付き合いしてる。にもかかわらず、今足元の絶対死亡者数っていうのが、他の先、まあ、死亡率といったらいいんですかね、その人口対比ベースの。他の先進国よりも低い。で、それでいて、何も他の先進国みたいな経済活動を停止してるわけでもない。もちろん自粛とかいろいろやってるんですけど、比較的マイルドですよね。コロナの話が出たときに、国が取るその自粛の政策、極端な政策を2つ挙げるとすると、もう外出禁止令、何もするなと、抑え込みにかかりますっていうものと、もう一つが、まあ、こんな国ないですけど、まあ、どれだけ死亡しようが知ったこっちゃないから、今まで通り普通の活動しようぜっていう政策。で、この2つが極端な政策で、この間のどれか、をみんなまあ取るわけですよ。で、その先進国の他の国っていうのは、まあ、特にヨーロッパっていうのは比較的この無用は抑え込みにかかる、その各国の極端な政策に近いことをやっていて、それに比べると日本をやってる路線って極めて経済的に面で言うとむちゃくちゃマイルドなことをやってる、で、なので要はなのに死亡者数が抑え込めてる。で、これが、なんていうんですかね、この見方が医学的に正しいかどうかっていうのはともかくとして、現時点では、要するに経済活動そこそこやってんのに、なのにコントロールできてんじゃん、こいつらと。と、上辺の数字だけ見るとそう見えるので。そうですね。はい。だったら別に欧米株、要はヨーロッパ株持つぐらいだと日本株持とうよ、みたいな。株の向こうをゴールにするわけにはいかないから、じゃあ日本株にしとくか、みたいな。ここに書いてるように、ヨーロッパ株ショートして、日本株ロングする。で、日本株ロングのヘッジでヨーロッパ株ショートみたいな、まあ、そういう動きもひょっとしたらあるかもしれない。なるほど。わかりますね。わかりますけど、僕はコロナウイルスに関してはちょっと日本に関してはまた違う見方をしていて、ただ、なんかあまり無責任なことは言えないので、あんまり話したくはないですけど、ただ、果たして日本の、まあ、検査数が少ないとかっていう話もあったりとか、まあ、それでも死亡者数で見るべきだっていうのもわかるんですけど、ただ、これ、確かめてないんですけど、検査をしなかったら老人が死んでもコロナで死んだのかどうかすら分からないみたいなのもしかしたらあるのかもしれないですし、何もやってない中で日本が果たしてどれだけ抑え込めているのかって、そもそもデータがないので、もしそれが実は日本やばいだったじゃん、なんかどっかで悪いアウトブレイクが起きたりすると、一気にそのシナリオというかナラティブが振り返る可能性があると思って、僕はそれを懸念してますね。あとはすでにいろんな国から日本への渡航が、まあ、あとはもうマレーシアとか東南アジアもまた中国もそうかな、シンガポールとかももう基本的に全部ロック
ダウンしてヨーロッパもアメリカもやってるので、タイミングを間違えると日本だけ孤立してしまうっていうちょっとやっぱリスクをすごく感じますね。僕個人的にも結構影響を受け始めてるんですけど日本帰れないとか、はい、いや結構真剣な話なんですけど、はい、なので自分はどちらかというと懸念していて、まだでだから株が強いと逆にもしかしたらそれは逆が起きると結構やばいことになるかもとちょっと心配してます。ただあまり無責任なことはコロナウイルスに関しては言いたくないっていう。なんかこう、まあ、その死亡者数が、ね、要は私が今申し上げた話、仮説っていう動きが本当にあるとする場合、あった、今週あったとする場合、結局これ死亡者数が、日本の死亡者数がこっから、例えば他の欧米に追いついてきましたみたいになると、急に破綻するんで、うん、そうですね。まあ、一気に株も他の欧米株に追いついてくるでしょうね。はい、まあ、なのでやっぱ株をやってる人はちゃんとそこら辺調べた方がいいでしょうね。日本は本当に何があってるのかって。まあでも僕でも結構もう1週間前とかくらいから日本やばいんじゃないのかなと思ったんですけど、少なくともある程度出てる数字を総合してみると案外やっぱなんかうまくいってるっていうのは、やっぱりもともと清潔な国だったりとか、そうです、ね、アメリカとか他のヨーロッパとかもう割ともうみんな国民の言うことを聞かなかったりするんですけど、割と柔軟に自粛宣言で聞いてくれるってのことが他国よりは まだ環境がいいからって、逆にそれで案外抑え込めるっていうことなのかもしれないですけどね。ただちょっとわからないですね、うん、まだ。そうですね、ここなかなか別にこうだって言える人多分いないと思うんですけど、逆に断定してる人もいると大丈夫かって思いますけど ね絶対大丈夫とか絶対ダメっていうのは、はい、そういった動き、まあ、どうせどっかの株持つんだったらとりあえず悪い数字出るまでは日本株持ってよみたいな動き、はいはい、あーなるほど、なんか納得しました。頭内需の割合が非常に多いんで、まあ、よく見ると結構やっぱり特に今週なんかは内需株買われていて、まあ、GDP 日本でなんだかんだで結構内需中心の経済なんで、うん、投資先としての日本、その中でも内需っていうか、要は結局日本それなりには経済活動まだやってんじゃんっていうところで、じゃあやっぱ特に日用品消費財ってどっちみちいるわけだしっていうので結構強く買われてたんですよね今週。なんかその辺がもしかしたらこの動きで、じゃあ日本株ロングっていう中でもセクターどこっていうとこういったところが来てんのかななんてちょっと妄想したりは。さすが、さすが、はい。あとクレジット収納、あ、違う、これは個別株の話。まあ、そうですね。で、ちょっとすみません、指数の話だけ言って、個別株っていうのは、実は全く違うと思っていて、これ全く違うっていうと、ちょっと大げさなんですけど、実は個別ってあんまりこういう局面でも関係なく成長できる会社ってあったりするんで、必ずしもその指数とは連動しない、要はそういう会社ってピックアップすればあるよねっていうのはあります。うん、あとは、まあ、分かりやすいもので言うと、例えばもう株価暴落しちゃったせいで、その現金から負債を引いた金額、っていうのが、まあ、この会社が持ってるですね、現金からもう負債、まあ、要は借金全部返してもまだ現金余ってます、うん、その余ってる量っていうのが今の時価総額と比べてはるかに大きい、要は今の時価総額めちゃめちゃ低いってことなんですけど、うん、っていう会社も実はあったりして、でこれ不謹慎なんですけど、そういった会社って債務危機に乗じてなんか倒産してくれた方が儲かっちゃうんですよ。要は株式投資とかって言いながらキャッシュをディスカウントにで買ってきますみたいな、それに近い話なので、うん、その、まあ、いわゆるキャッシュイズキングみたいな時代になるんだったら、要は債務危機本当に起きてるとバンバン潰れますってなるんだったら、むしろ好都合だったりするっていう、まあ、ちょっとこれはもうヨタ話も含めてですけど、うん、なんで個別っていうのは、まあ、結構その指数とはちょっと違う話、まあ、本当に個別性によりますよっていうのがちょっとここで触れてる、うん、なるほど。で、クレジット。まあ、これは正直怖いですよね。まあ、そのじわりじわりやっぱり売られつつあって、まあ、当初クレジットって買われたんですけども、まあ、見てるとじわりじわり売られてる。まあ、なんとなくこう債務危機を彷彿とさせるような、まあ、動きに見えちゃう。で、もちろんその絶対水準としては、例えばリーマンショックの時みたいにその社債がゴミくずのようにバンバン売れるというか、まあ、約定もしないみたいな状況では当然ないんですけど、まあ、ただ、やっぱり動きは気持ち悪さはありますねと。まあ、原油の話もありますし。ただ、まあ、これ、さっきもちらっと言いましたけど、売れるっていうのは実はまだ幸せなことで、そもそも売れなくて、だから値段が下がって無事や、値段が下がるっていうのは無事約定できている証。現金を手に入れている話、誰かが買う人がいるって証なんで、現金が蒸発する債務危機とはちょっとまだ異なる。別に、はい。あと、
まあ、こう言っておいてあれですけど、別にだから大丈夫って話じゃなくて、要は本当の危機が来たら、もっとひどいことに、もっとすごいことを、ということが、まあ、ちょっと言いたいだけです。あとは、まあ、一番最後のところは、まあ、さっき言ったような話ですよね。うん、考察という妄想の類ですけども、結局、なんか、みんな予想されて、今もう、肩慣らしじゃないですけど、もう、政策も金融もみんな、こう、準備運動して肩をこうやって回してると思うんですよね。うん、なんか、もう、いざ何か起きたら、もうすぐにあのブルペンに立って、もう、球投げれるような状態にあるんじゃないかなって考えると、うん、まあ、逆にそれで抑え込めちゃう可能性もあるのかな、なんて思ったりすると、うん。これは本当、ただの妄想の旅です。うん、まあ、でも今日一連の、まあ、クレジットの話、信用創造と、まあ、危機、クレジットのが枯渇する危機の話をしたので、まあ、なんかいろいろコロナの話もスッと入ってくるなと思って聞いてましたけど、まあ、株式だけ見ててもしょうがないって話もそうですけど、まあ、今下がもう崩れちゃったらもうどうしようもないっていう。そうなんです。要はデッドが返ってこない会社の株って価値あんのって話なんですよね。はいはいはい。なるほど。わかりました。一応これで、今日の放送自体は一応トピックは全部カバーしました。いや、本当ありがとうございます。コメントでもありましたけど、これ無料の内容じゃないっていうコメントが、金払いたいみたいな人が結構いましたからね。